新開始していただきます。あと1週間ぐらいしたらね、また最低気温が10、15度、14度くらいまで下がりますよ。早く種を植えたいのに。何ね、植える準備しててもいいのかな。いいのかもね。今日はね、久々にね、海にね、出勤しますよ。天候いいしな。ちょっと暖かくなってしまった。おお、辛い。原因はこいつです。畑にね、朝一で行くと葉っぱとかが濡れてるんですね。土も軽く上の方が濡れて、あれ雨降ったのかなと思ったら、こう雨がたまるようなちっちゃな容器みたいなの置いてるんですよ。なんかちっちゃなこうコンテナですよね。これこれぐらいの、それに水が溜まってないんですよね。だからなんでああやって葉っぱの上とか土とか濡れるのかなと思って。最初雨だと思ってた。だから自然的に起こる現象でしょうね、多分。それが空気と地面の温度差で起きるのか。
しかしよくご飯に合いますね。これだけじゃ足りない。今はいいけど、山崎行くか、海崎に行くか、どうしようか。海が先がいいかもしれない。というのは、暑いし歩いてた。いや、寒いのか、北風。これ今日でなくなるね。今日で最後。夜ね。夜で終わり。味噌スープも夜で終わり。今日はね、今日はモリンガの種が少しずつ発芽しかけてるやつを、本当はやらないでおこうと思ったんですけど、今置いててもしょうがないしね。全部ポットにもう入れていく。でも気温が下がって枯れるやつは、枯れる可能性はかなり高いよね。そこから元気なやつだけ絞っていって。
なんか、土はそんなに影響しないと思ってたんですけど、その発芽させるのに。こう、なんつうの、18個に分けられた、こう、ハウスみたいなのが、6個あるんですよ。18個、18個、18個、18個。で、ある一つの、その、ハウスだけ、土が、ま、ほぼ100%、その、赤土を使ったんですね。そこだけ芽が出ないんですよね。それ以外は、培養土入れてるんですよ。培養土で芽は出たり出なかったりってしてるんですけど、その赤土のとこだけ一個も芽が出ないんですよね。なんかあんのかなと思って。ただ、ポットの方の赤土は芽が出てるんですよね。これまた謎でしょう。だから赤土の問題ではないんですよね。その、まあ環境が違うんですね。ポットとハウスみたいな。ハウスの方は熱が上がって、まあ湿度が上がるよね。あんまり湿度は好みではない。買ったような気もするんですけど、それでもまあ芽出てるやつもあるしな、ビビちゃん捕まえられるか。さあ、時間がもったいないから行こう。時間経つとね、眠気が襲ってくるんで。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、1分1秒大切に、残り限られた人生をたくさん地球のために使ってあげてください。